三菱スプスジェット MRJ90 三菱スプスジェットは三菱航空機の小型旅客機のシリーズ。2019年6月13日にそれまでの名称である MRJ からの名称変更が発表された。当初計画では2013年に量産初号機が納入される予定であったが再三にわたり延期され、2020年10月以降事実上の開発凍結状態にある。 三菱 MC-20MC-20 MC は国産高速旅客機として大日本航空を筆頭に国内外の各航空会社、新聞社等で多用された三菱重工業を筆頭に日本製の小型旅客機として計画が開始された。2008年の全日空からの注文を受け三菱航空機として事業を子会社化し開発、製造が進められている。 2014年には日本航空と32機の導入について基本合意に至り2015年1月に正式契約を締結した2014年10月18日にロールアウト初飛行は2015年11月11日に愛知県永名古屋空港で行われ午前9時35分頃離陸した離陸後は太平洋上にある防衛省の訓練空域で 航空機の基本動作である降下、上昇、旋回等を行い午前11時2分頃に同空港に無事着陸、1時間27分に及ぶ初飛行を終えた。MRJ は経済産業省が推進する事業の一つであった新エネルギー産業技術総合開発機構が提案した環境適応型構成の小型航空機計画をベースとして 三菱航空機が独自に進める日本初の Z 旅客機である。戦後日本が独自の旅客機を開発するのは YS-11 以来約40年ぶり。三菱製としては戦前の1940年に開発された MC-20 以来約75年ぶりとなる。機体製造は県営名古屋空港に隣接する敷地で行われている。ロールアウトまでに 400機上の受注を世界各国の航空会社より獲得している。日本航空や全日空が次期主力リージョナル路線用機材として発注している。ほか、スカイウェスト航空やイースタン航空などから発注を受けた。2018年1月26日、三菱航空機はイースタイ航空との間で MRJ の契約がキャンセルになったことを明らかにした。 正式契約後としては、初のキャンセルとなった。2018年12月、形式証明取得のための飛行試験の許可証にあたる、飛行試験開始確認書、ティアを、国土交通省から受領した。三菱航空機の公式サイトのドメイン名については、同社製品第1号のかつての名称、mrj にちなみ flythemrj.com であったが、 上記名称変更により mitsubishiaircraft.com に変更している。スプスジェットが正式名称であるが、日本語公式サイトでは、アルファベット表記とカタカナ表記が混在している。日本の報道機関では主にカタカナ表記が使われている。2020年10月、三菱重工業は、スペースジェットの開発を凍結すると発表した。 MRJ 計画の発端は2002年に経済産業省が発表した30隻から50隻クラスの小型ジェット機開発案環境適応型高性能小型航空機で開発について機体メーカー3社に提案を求めた YS-11 以来の完全な日本国産の旅客機となったが YS-11 と大きく違うのは同期が ターボプロップエンジンによるプロペラ機であるのに対し、噴射式のターボファンエンジン搭載の機体としている点である。それを採用したのは、1990年代半ばのリージョナルジェット革命がある。1990年代後半、カナダのボンバルディアとブラジルのエンブライルが小型の RJ を多数発表した。客室の騒音が少なく速達性に優れるジェット機は、 中小エアラインに注目され、販売数を急速に伸ばした。アメリカのエアラインでは、パイロットユニオンが、パイロットの雇用確保のために一定数以上の50隻以下の航空機を保有することをエアラインに要求しているため、RJ を使わざるを得ないという理由もある。RJ の保有割合はエアラインによって異なる。RJ の成功により、同クラスのターボプロップ旅客機の販売数は急減。 これらを生産していた欧米6社のうち4社が2000年代初めまでに旅客機事業から撤退する事態となった。このため当時はターボプロップ機市場が凋落する一方、RJ 市場は今後も拡大の見込みが大きく、日本にも参入の余地があると考えられた。その後2000年代後半になると原油価格が高騰し、 燃費性能に優れたターボプロップ旅客機が再評価されるようになった。ターボプロップ機は同サイズの RJ と比較して30%程度燃費性能に優れ、この時期燃費にシビアにならざるを得なくなった核、エアラインに支持され、販売数を回復させつつあった。MRJ 計画では主題の通り環境面に配慮することが第一義とされ、 機体は最先端の複合材料を多用して軽量化、空気抵抗を減らして、高性能化、プロペラ機との比較でネックとなっていた燃費効率においても従来型より、格段の燃費向上で運行経費を大幅に削減し、比較では遜色のないレベルを実現した。また、最新の情報技術をふんだんに取り入れた操縦システムを採用して操縦を容易にするものとした。 開発期間は2003年度から5年間、開発費は500億円を予定し、その半分を国が補助するとした。この提案にいち早く注目した三菱重工業は、同年秋には10人程度の調査チームをアメリカに派遣し、市場調査を開始した。2003年4月7日、経済産業省は、プロジェクトの窓口となる新エネルギー。 産業技術総合開発機構において、メーカーを招いての説明会を行い、4月末を締め切りとして希望者を募集した。計画案を提出したのは三菱のみで、5月29日に三菱を主契約企業として、富士重工業と日本航空機開発協会が協力することとなり、富士重工は主翼など10%を受け負った。機体開発に関しては、 宇宙航空研究開発機構と東北大学が協力する。計算省は2003年度予算20億円を獲得した。環境適応型小型航空機エンジンは IHI が受注している。三菱は同年秋に外案作りを開始した結果、競合機との差別化を図るために特徴を盛り込むこととした。計画では、これらの新技術を2004年までに開発し、 2005年までに試験を行う機体は2004年までに外観作りと勉強2005年に構想図ついで新技術の結果を受けた計画図2006年までに製造図面を起こし同年より機体の試作組み立てに入る2007年に試作機をロールアウトさせ初飛行2008年にかけて試験飛行を行い2009年に形式証明を取得する それまでに受注活動を行い、9年までにローンチカスタマーを確保できない場合は量産しないとした。また、2005年度に市場調査に基づく中間評価を行うとした。2003年10月29日から11月2日まで開催された静岡空港航空フェアで、三菱は初めて MJ 縮小スケールモデルを展示し、意気込みを表した。JA、では、 以下の新技術を開発、支援するとした。経済産業省は2004年度予算に30億円、2005年度予算に40億9000万円を獲得し、開発を支援した。2004年10月に横浜で開催された国際航空宇宙展で、三菱は環境適応型高性能小型航空機の名前で、座席配列を左右4列としたキャビンモックアップを展示した。 これはエアラインに対する市場調査の結果によるもので、胴体直径はエンブラエル170よりも小さいにもかかわらず、機内の天井口及び横幅は大きい。この頃、座席数は30から50席、あるいは60席とされ、高層の大型化が示唆された。2005年5月の第46回パリ国際航空省で、三菱はこれまでの計画案と縮小モデルを、 ネクストジェネレーション RJ として展示した。この年春頃、30世紀クラスでは成熟した市場に、対して需要に限りがあり、また21世紀前半には、アジアで、航空需要の急成長が見込める、といった理由から70世紀から90世紀に規模を、拡大した。これに伴い、三菱内部の開発研究も小型機から、大型機を対象とし、同年9月に、 中間評価を公表した。構想の再構築が必要となり、初飛行は2011年になる見通しとなった。YS-11 や三菱 MU シリーズのいずれも自力による販売でつまずいていることから、三菱は包括的提携を行ったボーイングや友好関係にあるボンバルディアの販売も利用することも考慮していたという。 経済産業省は2006年度予算で開発助成金5億円を獲得した。2006年5月31日に開催された経済産業省主催の民間機開発推進関係省庁協議会において三菱は MJ 開発状況についての説明を行い、この時点で YS-11 を業務運用していた防衛庁、国土交通省、海上保安庁に対して MJ の購入を要望した。これに対して各省庁はニーズが合えば購入するとの認識を示したが海上保安庁は同年11月に YS の後継として DHC-89300 を導入すると発表12月には航空局の YS も海外機に置き換えられた。防衛省では輸送機として利用していた海上自衛隊は 中古の k C-130R から空中給油機能を外し C-130R として6機導入航空自衛隊は飛行点検機として利用している機体の後継としてセスナサイテーション 680A を選定この他にも人員輸送機電子線訓練機後方訓練機電子測定機として多数利用しているが 老朽化により2017年から順次退役が予定されているものの2017年4月の時点では後継期に関する発表はない。同年7月に開催されたファーンボル航空ショーで三菱は模型と計画概要を展示した。内容は以下の通り。8月末の計算省審議会での三菱の報告は以下の通りである。 2006年9月28日の読売新聞の記事によればとされていた。同時期、三菱は日本航空と全日空に対して MJ 実現まで滝リース量の肩代わりや代替機売客村の一部補填を提案し売り込みを図った。しかし、日本航空は翌2007年2月22日国内専用の小型機として エンブライル170を10機導入すると発表し、当時は様々な憶測が流れたが、これは JA などグループ企業の機材更新時期が迫っていたため、あくまでもつなぎのための発注であり、構想具体化後の2014年に30機以上の MRJ を発注したことで、日本航空としては初めての国産旅客機の自社発注が実現した。経済産業省は2007年度予算に、 開発助成金として18年度の4倍となる20億円を要求し支援強化を誇示した。2007年2月、三菱はそれまでの歌唱、三菱ジェットから間に地域の地方のという意味のリージョナルを加えた MRJ とし、4月に本社の航空事業本部と MRJ 開発の拠点となる名古屋航空宇宙システム製作所を横につなぐ。 準備室も設置した。同月、第47回パリ航空省において、エアラインの評判が良い実物大の室内、モックアップを日本企業として初めて海外の航空省で展示することを決定し、6月11日に正式に発表した。6月11日の NHK ニュース7では、三菱が公開した MRJ の CG 映像を放映するとともに、 ライバル社より20%の燃費削減、横4列の座席と薄いシートによる足元空間の確保などを謳い、6月12日の読売新聞長官でも同様の記事が載った。また6月より自社公式サイトに MRJ のページを開設し、航空省開催日の18日より、ウェブ上でスペックと CG 映像を公開した。同日に航空省と合わせて、 中仏日本大使公邸において、飯村豊中仏大使主催によるレセプションが開かれ、三菱、経産省の関係者、各国エアラインの幹部など、航空宇宙産業関係者など267人が参加し、MRJ プロジェクトの説明が行われた。三菱の戸田信夫航空宇宙事業本部長は、会見で、需要数によるが、当初は年間生産15機で始め、 最終的には3500機以上の生産を目指すとした。開催中、三菱の展示には航空会社10から20社が訪問した。経産省は6月13日に2008年度から2011年度の4年度で MRJ の開発総額1200億円のうち3割程度を資金援助する方針を明らかにした。秋には、 平成20年度予算に開発支援として102億円を計上し、また将来 MRJ に搭載する革新的航空機用エンジンの研究開発にも予算要求を行った。MRJ の海外展開に対しては、経産省所管の独立行政法人日本貿易保険が支援を検討している。7月3日には、米ボーイングが、 MRJ 事業主体への出資を検討していることが明らかになった。ボーイング日本法人社長、ニコールパイア席は5月31日の記者会見で、MRJ が狙う100席以下の市場分析で、ボーイングが協力していることを公表し、MRJ がボーイングの手がけない100席未満の機体であることを指摘、三菱は同クラスでのパートナーとしつつも、現時点でボーイングが MRJ 開発、生産に投資することはないとしていた。10月9日、三菱は記者会見を行い、MRJ 事業界の重要なステップとなる正式客先提案を開始することを発表し、今後は MRJ の本格的販売活動、パートナー候補先との調整、販売金融の仕組み確立、事業体制の整備などを進めていくとした。これらの結果を反映し、 2008年3月に計画続行かどうかを最終決断をする。エンジンなど、主要コンポーネントの調達先は9月までに決定。エンジンは、既存機の改良で提案する GE、新エンジンを提案する RR、同じく P&W の3社から1社に選定すると、していたが、この記者会見で、P&W の新型 GTF エンジンの採用を発表した。 2008年に入ると、2月12日に、国際的な航空産業、エアラインの業界3団体、エラ、ラー、IATA への加入を発表。2月14日には、システム制作に参画する主要パートナー5社、燃料タンク防爆、公揚力装置、防火の各システム、米国ハミルトンサンドストランド社、フライトコントロールシステム、米国ロックウェル、コリンズ社及び、 日本のナブテスコ株式会社、公着システム、住友精密工業の指名を発表した。これらに先駆け、1月9日には、読売新聞などで日光と全日空が合わせて、数十機から百機程度を購入する方針を示していると報道し、また3月15日には、朝日新聞が、トヨタ自動車が、MRJ 事業会社へ100億円程度の出資を検討していると報じた。 そして3月28日、全日空が自社のサイトで合計25機の発注を公式発表した。三菱は全日本空輸の発注を受け、2008年3月28日に事業化を発表した。MRJ の開発を行う専門事業者として、2008年4月1日付で100%個会社の三菱航空機を設立した。三菱航空機は、 設計、形式証明取得、調達、取得、カスタマーサポートなどを担当し、試作、飛行試験、製造は、重工の名古屋航空宇宙システム製作所が担当する。同製作所主管プロジェクト統括の後藤純一郎が、MRJ プロジェクトの主席プロジェクト統括に就任している。5月には、ジャムコが生産パートナーに加わった。一方、 これまで三菱が開発、生産に参加してきた、ボンバルディア CRJ については、MRJ の直接の競合機となることから、生産部位を他社に譲渡することにより、プロジェクトから離脱することを決定した。また、開発費は1500億円程度と見積もられた。2009年9月、胴体と主翼の設計変更に伴い2008年9月の時点で2011年初飛行。 2013年に納入と発表していた予定を初飛行を2012年第2四半期に初号機納入を2014年第1四半期に見直した2010年9月15日に詳細設計の段階から製造段階に移行したと発表した2012年4月開発並びに製造作業の進捗の遅れから試験機初飛行を2013年度第3四半期に 量産初号機納入を2015年度中は後半に延期になった。2012年7月、都市間航空運航で世界最大手のベースカイウエスト航空から100機の大型発注を受け、2012年10月4日に今後20年間の受注目標を従来の1000機から5割増の1500機へ引き上げた。日韓工業新聞社の取材に対し、 三菱重工業の宮永俊一時期社長は、投資回収が始まる目安が累計750機になるという見通しを明かした。2013年8月22日には装備品について、パートナー各社と協力し、安全性を担保するプロセスを構築することに、想定していたよりも時間が必要だとして3回目の開発スケジュールの知恵を発表。しかし、 装備品のパートナー各社と安全性を担保していくプロセス及び納入時期について合意し、早期量産体制構築の準備も進め、量産工程を加速し可能な限り早く市場、投入する計画も発表した。2013年10月、愛知県西葛海郡豊山町の小牧南工場で飛行試験基礎号機の最終組み立てを開始した。 2013年12月1日、MRJ の量産の準備を加速するため、量産スケジュールを管理する、量産統括室を新設したと発表した。2014年1月21日、アイルランド共和国のダブリンにて、MRJ ファイナンスカンファレンス2014を実施。2014年2月12日、MRJ の量産計画を発表した。愛知県内の製造拠点に加え、 神戸造船所や松坂工場でも部品を製造し、2016年上機の稼働を目指して、県営名古屋空港近くに機体の最終組み立て工場を建設するとしている。同日、シンガポールにて開催中のエアー,ショー会場にて、組み立て作業をでも。2014年6月25日、MRJ の飛行試験機初号機に、冬パワー PW1200G エンジンの搭載を、 完了したと発表した。ロールアウトのセレモニー2014年10月18日、完成期をロールアウト。2015年1月28日、三菱航空機株式会社は、MRJ32 機の購入について、日本航空と正式契約を締結したと発表した。JAL への納入は2021年に開始される予定である。2015年5月12日、 アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドで開かれたアメリカ地域航空協会主催の航空見本誌に MRJ を出品2015年6月8日地上走行試験を愛知県営名古屋空港で開始2015年6月15日航空機の展示会パリ航空ショーに出展実物大のキャビンモックアップを展示した2015年6月16日 三菱航空機は愛知県に MRJ 部品を取り扱う大型の物流施設を新設すると発表。主翼や胴体の生産、最終組み立てを担う各工場に出荷する1機100万点の部品について1カ所で集中管理し生産効率の向上につなげる。2015年7月15日、三菱航空機は MRJ の米国での開発。 試験拠点となるシアトルエンジニアリング管理センターをワシントン州に8月3日に開設すると発表。なお、MRJ の試験飛行は日本のほか2016年よりアメリカ合衆国ワシントン州のグラント軍国際空港でも行われる予定である。2015年10月3日、2015年6月以来2回目の走行試験実施。 時速数キロの低速で実施し、空港内を移動するのに必要な低速自力走行やブレーキ、方向転換などの性能を確認した。2015年10月15日、MRJ 量産初号機の組み立て開始に伴って、用具知識を実施。2015年10月29日、国土交通省から航空法に基づく飛行試験の許可を受け、 同年11月9日から13日の間に初飛行する予定であると発表した。2015年11月6日、離陸に必要な時速 220km の高速走行試験を実施。初飛行する MRJ と随伴する航空自衛隊の T-4 初飛行を終えた搭乗員ら2015年11月11日、県営名古屋空港において初飛行を行った。 テスト飛行は自衛隊の訓練空域で行われ、気象状況を確認するため事前に飛翔が観測を行った。チェイス機として、飛行開発実験団の T-4 と三菱の車遊機、写真撮影のためにダイヤモンドやサービスの MU-300 が随伴した。その後19日に2回目、27日に3回の飛行を実施。 2015年12月16日三菱航空機は試験工程から量産初号機の納入時期に至るまでの全体スケジュールを精査し納入延期の方針を発表2015年12月24日16日に発表された納入延期について全体スケジュールのレビューを行いスケジュールを変更し量産初号機の納入時期を2017年 第2四半期から1年程度先に変更すると発表。2016年2月10日、主力の強度不足で中断していた飛行試験を機体の改良を終え再開。2016年2月16日、朝日新聞が親会社である三菱重工業の資料を調査した結果、開発費が3300億円程度まで膨らむ見通しとなったと報道した。 2016年2月17日、この年のシンガポール国際エアショーにおいて、米国の航空機リース業大手屋のリース社から10機及びオプション券10機の確定受注を獲得。オプション券受注分も含めると20機分の追加受注となった。この受注が2015年に成功した MRJ の実機発飛行後における初めての受注獲得となる。 初飛行前に獲得していた受注文と合わせた通算受注機数は確定受注機数243機となり、確定受注以外のオプション受注機数184機となった。2016年5月25日、伊勢島サミットの際に玄関口となる中部国際空港に日本の先端技術を各国の首脳やメディアにアピールするため、トヨタ未来と共に展示。 2016年5月31日、試験飛行2号機 JA-22MJ 初飛行。2016年6月3日、試験飛行1号機、ノト空港に初着陸。2016年7月11日、ファンボローヤ商会場でスウェーデンの航空機リース会社のロックトンから MRJ90 を20機の購入で基本合意したと発表。 2016年8月27日、アメリカへの試験飛行1号機の空輸を試みるが、飛行中に空調システムの不具合が見つかり、引き返す事態が翌日も続いた。このため、点検及び、ロシアの航空当局から、経由地通過許可の再取得に時間がかかる見通しで、次の出発は9月下旬以降にずれ込む可能性があると報道された。 2016年8月31日、エアロリース社と国際エアショー2016で基本合意していた確定10機、オプション10機の購入契約が正式締結される。納入は2018年に開始する予定。これにより確定受注233機、オプション170機、購入権24機、受注機数は427機となる。 2016年9月25日、試験飛行4号機 JA-24MJ 初飛行。2016年9月26日、飛行試験機1号機、県営名古屋空港を、米国ワシントン州、モーゼスレイク市にある、グラント郡国際空港内、モーゼスレイク飛行試験センターへ向けて、再度出発。新千歳空港、エリゾボ空港、アンカレジ国際空港を経由し、 28日、グラント軍国際空港へ到着。2016年11月15日、飛行試験機4号機、県営名古屋空港を MFC へ向けて出発。グアム国際空港、マジュロ国際空港、ホノルル国際空港、ノーマン・ワイ・ミネタさんのゼ国際空港を経由し、18日、グラント軍国際空港へ到着。二千十六年十一月十二日、 飛行試験機3号機 JA23MJ 初飛行2016年12月14日試験飛行2号機県営名古屋空港を MFC へ向けて出発4号機と同様グアム国際空港マジュロ国際空港ホノルル国際空港サンノゼ国際空港を経由し19日グラント軍国際空港へ到着二千十七年一月二十日 機体を制御する、電子機器の配置を見直しするなど、設計変更が必要となったため、航空会社への納入開始予定が2018年半ばから2020年半ばへと2年間延期されることが判明した。報道によれば、理由は、対空証明を行う際、極端な状況での継続的な運用のために、認定要件を満たす必要があることが判明したため、 副社長兼営業部長の福原祐子氏によれば必要となった設計変更により MRJ の性能、燃料消費量、システムの機能が影響を受けることはなく1月下旬現在で設計変更領域の予備的な設計レビューを実施しており数ヶ月で重要な設計段階に入るとのことまた過去5回起こった延期のうちの4回は 共通して認証に関して何らかの不備があったために開発作業をやり直す必要があったためという2017年2月25日三菱重工業が MRJ の量産計画を縮小することが判明したこれまでの生産計画では2017年末には月産約2期2018年末に月産3から4期と 少しずつ生産ペースを拡大する予定であったが2018年半ばを見込んでいた。納入開始時期が2020年半ばとなったことに伴い量産も先送りするという。このため国内の航空部品メーカーなどへの打撃が懸念される。2017年3月2日、70席級の試験機を2018年にも完成させる見通しと報道された。 配線の設計を見直し中のため、三菱はこの70隻級の試作機を製作した後は、90隻級も含めた機体の製作を一時見合わせる方向である。2017年8月から9月、飛行試験4号機を用いて、アリゾナ州メサのフェニックスメサゲートウェイ空港で、極所試験を実施した。最高気温42度を記録した。結果は良好で、収集したデータを、 今後の改善に活用する。2017年11月30日からは、工場に併設する見学施設、MRJ ミュージアムを一般公開する。2018年12月、形式証明取得のための飛行試験の許可証にあたる、飛行試験開始確認書、TIA を国土交通省航空局から受領した。2019年6月13日、三菱航空機は、 開発中のリージョナルジェット機を三菱スプスジェットと解消することを発表した。各形式の名称は客席数から開発順に基づいた名称に変更し、標準型の MRJ90 は名称をスプスジェット M90 に変更、単動型はスプスジェット M100 へ変更した。まずはスプスジェット M90 を開発し、M90 をもとに M100 を開発する。 これまでの MRJ70 の検討内容を発展させたスプスジェット M100 は、米国をはじめとするグローバル市場のニーズに最適化された機体で65から76隻の3クラス仕様で、米国のリージョナル機の座席数や最大離陸重量を制限する労使協定、スコープクローズにも準拠するとした。2020年2月1日から北九州空港に、 空港施設が整備した三菱スペースジェット向け格納庫のエプロン及び誘導路が提供開始され航空機整備及び飛行試験の拠点として稼働。同月6日、試験の遅延により年内の TC 取得が難しくなったため納入時期を2021年以降へ延期を発表。特別損失1754億円を2019年。 4から12月期決算に計上したと発表し、同時にこれまでの6000億円以上の投資を回収するために20から30年間で1500機程度を販売する必要があるが、現時点の受注残高は307機に過ぎないことも報じられた。2020年3月18日、設計変更が反映された形式証明取得飛行使用予定機が名古屋空港にて初飛行した。 これまでの開発費総額は8000億円近くで、事業化総額は1兆円を超える見通しが報じられた。新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、3月下旬から北米試験拠点では、州政府による外出制限が取られ、飛行試験中断を余儀なくさせられており、JA26MJ の渡米に影響が出る可能性があり、日本国内試験飛行を増やすことを検討している。 ことが報道されている。2020年5月22日、開発費の半減や量産機の生産中止など、開発計画が大幅に見直されることが報道された。一部報道では、人員削減や量産機の製造中断、米国の開発拠点閉鎖、将来的な開発中止も視野に含めた大幅な見直しであるとされている。同年六月十五日、三菱航空機は、 スペースジェットの開発体制を大幅に縮小すると明らかにした。同年10月22日、開発費や人員を大幅に削減し、事業を凍結する方向で、最終調整し30日に発表する中期、経営計画で詳細を説明することを共同通信社が報じた。同年10月30日、 三菱重工業は2021年度から2023年度までの3カ年に渡る中期経営計画を発表し民間航空機の取り組み方針についてスプスジェットは開発状況と市場環境を踏まえ M90 の開発活動は一旦立ち止まりこの間再開のための事業環境の整備に取り組むまた収益力強化プランで航空機市場の 本格回復は2024年以降と見通し、スプスジェットの費用を圧縮すると発表した。名古屋空港で、地上試験中の MRJ 試験1号機外観は、円筒系の機体に、後退翼、主翼下にエンジンを備えた一般的な、小型ジェット旅客機と同じであるが、機種や主翼は、空気抵抗を考慮した形状を採用している。地上設備や車両との接触、また、 地方空港での整備性を考慮し、胴体はアルミ合金製が採用された。他方、このクラスの機体では初めて主翼、尾翼を炭素系複合材料とし、全体の3割程度を複合材料として軽量化を図ることが予定されていたが、後に主翼はアルミ合金製へ変更された。これは、MRJ の主翼の極率は R800 程度と、 大型機の R2000 程度に比べて大きく、強度確保のためには、積層枚数の増加、補強材追加の必要性が判明し、予定したほどの軽量化が望めなくなったためとされている。なお、当初予定の複合材割合3割でも、5割程度に、達するボーイング787や、エアバス A350XWB のような、大型機に比較すると少ないが、 頻繁に離着陸を行うリージョナルジェットの特性を考慮したものであった。燃費は機体形状の最適化や複合材による軽量化によって従来の機体より2割削減した。また国際民間航空機関による最新の環境基準を大幅に上回る性能で従来の機体より低層温かつ環境負荷を低減した機体としている。 航続距離は MRJ70、90LR 型ともに欧州や米国の全域をカバーできる能力を持つ。機内は新しい快適さというコンセプトのもと、モダンでスタイリッシュな客室空間を計画した。前方扉と後方扉を左右同一のステーションに配置し、翼状の非常脱出口を排したことから柔軟かつ多様な座席レイアウトを可能とした。 キャビンは、ほとんどの米国人男性が収まる値の1.88メートルを考慮して高さ約2メートルとし、大抵の欧米人男性ならかがまずに室内を移動できるようにした。通路幅、座席幅は共に46センチメートル、座席配列は通路を挟んで、左右2列ずつの横4列で、中央座席はなく、乗客は容易に移動することができる。座席は、 ゾディアックシートカリフォルニアのシートを採用した。当初は松田系列企業のデルタ工業と共同開発したスリムシートを採用する予定であった。このシートは日本独自の三次元立体編み物技術を使用し、従来のウレタン製座席よりも薄くすることが可能であり、座席の前後の間隔に余裕を持たせ、従来より足元の空間を広々と取れる。また、 体にかかる圧力を分散させ、通気性にも優れており、乗客はゆったりと快適に座れることを利点としていた。しかし、近年の海外のシートメーカーが、エコノミークラス向けシートを薄型化していることなどの要因から不採用となった。オーバーヘッドンは、ローラー付けバッグも収納をできる大きさである。便所は、車椅子を用いた利用も可能である。コックピットは、 ロックウェルコリンズ製のプロライン21フュージョンシステムを用いたグラスコックピットとなる。当初、操縦艦はエアバス機などと同じくサイドスティック方式とすることも考えられたが、ボーイング機と同じ操縦輪方式となっている。三菱側はコックピットの使用は市場調査で決めたとしているが、従来から協力関係にあるボーイングが作る新型機、 B777 や B787 がサイドスティックでなくコントロールホイールを使い続けていることも影響している。機体には日本の最新技術が結集しており日本が得意とする複合材をはじめ機体の設計には国内開発のスーパーコンピュータを使用した。また航空機開発は自動車以上に技術の裾野が広く MRJ から 様々な産業への技術移転が期待されており、期待の部品数95万点のうち3割を日本企業が手掛ける。エンジンには、プラットホイトニーのギアードターボファンエンジンタイプの新型エンジン PW1000G シリーズの PW1215G を採用する。GTF はファンの駆動にギアを介する構造で、従来型より相対的に大きいファンを用い、 バイパス比を高めることが可能になる結果、燃費の向上が期待できる。フラットホイットニーでは、GTF は従来のエンジンより12%燃費が良いと説明している。また騒音や排出ガスを削減も実現している。当初の計画通りなら、MRJ が同エンジンシリーズを採用した航空機の中で最初に初飛行をする予定であったが、度重なる計画遅延によって、 PW1500G を採用しているライバルのボンバルディア C シリーズが先に初飛行した。エンジンの最終組み立ては三菱重工が日本国内で行うこととしている。また、もともとは PW1000G シリーズのファン直径の大きい派生型で使用されるハイブリッドアルミチタンファンブレードの小型版を搭載していたが、後に MRJ が搭載する PW1200 系列は、 パフォーマンス及び損傷許容性の向上のため、個体上チタンデザインに切り替えることとなった。機体システムのパートナーは、国内外から参加している。主要5社では、油圧システムに米国パーカーエアロスペース車、電源、空調、補助動力、燃料タンク防爆、高揚力装置、防火の各システムに、米国ハミルトンサンドストランド車、 電子機器及びフライトコントロールシステムに、米国ロックウェル、コリンズ社、フライトコントロールアクチュエーションシステムに、日本のナブテスコ株式会社、公着システムに、住友精密工業が、それぞれ担当する。また、ジャムコは複合材によるエルロンとスポイラーを三菱と共同で設計する。 M902019 年現在、MRJ702019 年現在2019年、現在、正強度試験機1機と疲労強度試験機が2機、合計3機確認当初量産初号機予定だった。機体、2015年10月25日に、量産初号機の組み立て開始に伴う、秒打ち式が行われ、2016年1月13日、ANA 領収検査員立ち会いで、 顧客領収検査を実施し、主翼骨格組み立てが開始された。しかし2016年12月に量産初号機が試験機に転用される予定である旨の報道がなされ、これについて三菱航空機は発表段階にないとしたが、前述の病打式の写真中に1万6号機の文字があること、及び2020年現在の開発状況から見て量産初号機予定だった。 この機体は6号機であり、疲労強度試験機に転用されたと考えられる。ずさんなサポート体制により販売後に問題を抱えた YS-11 の教訓から、販売前にボーイングとカスタマーサポート及び技術、支援、スペアパーツの在庫、供給体制の契約を結んでいる。エンジンに関しては、2015年2月12日に、プラットホイットニーが、 サポートサービスを提供すると発表した。この他にも、顧客向けの整備、運行マニュアルなど、S&D に適合した、技術文章制作は、ソブ、IT システムは、デロイト投資等末、フライトシミュレーターを含む訓練体制は、カナダの C インクと協業するなど、後発の三菱が持たないサポート網やノウハウは、多数の企業と連携や、競合他社から人材を、 ヘッドハンティングすることで補っている。STD、標準型、ER、航続距離延長型、LR、長距離型出展、AMRJ 公式ウェブサイト主要所見、客席数は65から88席の70席クラスの小型ジェット機、スペースジェット M100 を2023年に市場投入する計画で76席以下とする。 米国の規制にも対応した仕様も計画する。他に100石クラスのストレッチタイプ、スペースジェット M200 も検討している。2008年3月27日、全日本空輸より25機の購入が発表された。これにより、YS-11 でもローンチカスタマーだった。全日本空輸が再び、ローンチカスタマーとなり、MRJ 開発に関与することとしている。 全日本空輸発注機については、同社のグループ会社で、小型機やプロペラ機を運行している、ANA ウィングスで運行されることになっている。全日本空輸が、事前発表通り、ボンバルディア DHC-8 使用国内路線を MRJ に置き換える場合、現状の路線網からは、中部国際空港発着の国内路線などが該当すると言われている。また、 全日本空輸は同景気の引き渡し遅延により、保有上記運用期更新のため2016年6月、ボンバルニア DHC-89400 型機を3機、2017年4月に737から800型機を4機追加発注し2017年から受領し運用している。2019年10月29日の全日本空輸の 決算会見で、スペースジェットのこれまでの5度にわたる納入延期に関する保証交渉が始まっていることを明らかにした。2012年7月11日、スカイウエスト航空から100機を受注することで、基本合意に達したと発表した。2012年12月13日には、100機、購入並びに、オプション100機追加の正式契約を締結したことを発表した。 米国内の大手アラインと地域航空会社の間には運用協定が結ばれており、MRJ90 はこの協定による制限、席数、最大76席、最大離陸重量、39トンへの切り替えを考慮せざるを得ないかもしれない。決断のタイミングを図っているところだと発言。スカイウェスト航空 CEO も現段階では、 MRJ90 しか考えていない。とにかく、スコープクローズの制限値が交渉のテーブルに乗るのを、待つだけだと述べ切り替えや取り消しの可能性が示唆、されている。日本航空も導入を検討しているが、すでにエンブライル170を発注していること、三菱のアフターサービスに対する説明が不十分で、あるという理由から、全日本空輸と同時の発注は見送った。また、 中近東の航空会社等で事前協議等が行われている模様である。また、これ以外にも、いくつかの保留中の注文を多数確保しているという。2013年8月22日、三菱航空機は部品の製造開始や納入時期に遅れが生じていて、サプライヤー各社と安全性を担保していくプロセスや納入時期について合意し、 主要部品調達が計画よりも遅れているため、開発スケジュールを見直し、2013年度中に予定していた初飛行を2015年4から6月期へ延期し、初号機の引き渡しも2017年4から6月期へ延期すると発表。2014年7月15日、マンダレー航空から確定6機、購入券4機の受注が発表された。 さらに2014年8月28日に一時発注を見送っていた日本航空が32機を2021年から導入することに合意、カタログ価格で1500億円の契約となる模様。ただし、日本航空は同日、グループ企業 JAA がすでに運航しているライバル機のエンブライルの E、Z シリーズを確定15機、オプション12機を2015年から 追加導入する購入契約を締結している。また、同年9月2日になって一部報道で、三菱グループの三菱商事を中心に、日本政策投資銀行、三菱航空機、JTB 総合研究所や東京大学の有識者が参加した、一般社団法人、次世代地域航空ネットワーク検討協議会を8月25日に発足し、地方の航空路線では、 登場率の伸び悩みなどで便数が減る傾向が続いているとして小型ジェット機を使って大手航空会社などからまとめて運航を受け負うことで採算性の向上を目指し新たな会社の設立を検討すると報道した航空大手から近距離路線の運航業務を受託する米国モデルの航空会社形態の日本導入を目指す JAL や ANA からの運航住宅に加え 路線開設を希望する地方の企業や金融機関、自治体、各地の空港会社に集客や発見など販売業務専門の会社設立を促し、顧客に取り込む。新会社 ANA に MRJ の1号機が納入される2017年の実現を目指すとしているが、現行、日本の航空法制では機材の運航と航空券販売の分業は原則。 認められていないので、三菱商事などは、協議会を通じて、国土交通省などに、法改正や、規制緩和を働きかけるとしている。2016年2月16日、米国のエアロリースが、MRJ90 を発注することで、基本合意したことを発表。航空機リース会社からの発注は、これが、初となる。8月31日には、オプション10機を含めた、 最大20機の導入で正式に契約。2016年7月11日、スウェーデンの航空機リース会社ロックトンが MRJ90 を発注することで基本合意したことを発表。これは欧州企業からの初の受注である。2019年9月5日、米国のアメリカンイーグルやユナイテッドエキスプレスをフィーガー運行委託されている。 メサエアグループ参加メサ航空とナッシュビルで開催されたリージョナルエアラインアソシエーション年次総会でスペースジェット M100 の100機購入について覚書を締結したと発表機体サイズによる比較 MRJ が発売される頃に市場に出ているライバル機を挙げる競合機エンブラエルアージ175競合機ボンバルディア CRJ700 富士重工業では ビジネスジェットの開発を数年前より進めておりこれは、スバルジェットと呼ばれていた。これは2008年に模型が展示され、T 型 B 翼にリアエンジンという、ビジネスジェットとしては極めてオーソドックスなスタイルで、乗客定員は8から10人程度とされ、全長や全幅などのスペックは、航空自衛隊の多用機である U-125 に近いとされた。しかし、同年に、 資金調達の制約から数年間、新しいビジネスジェット機の開発を延期することを計画していることが報じられた。富士重工はその時点で10年以内に開発することを目指すとしていたが、一方で航空宇宙事業の収益性にかなった後にのみ、プログラムを続行するとも語っていた。川崎重工業では、三菱の開発計画が始まった頃に、 独自の旅客機の開発を行うかどうか検討していたが2013年に具体的な動きはないとした。一方で次期輸送機を転用した民間貨物輸送機については2012年をめどに事業化する方針を固めていたが2016年には事実上断念した。ホンダ技研工業は1962年に航空機事業への参入を宣言して以降 航空事業のノウハウを収集し、1997年よりエンジンを含めた全自社製のハンディジェットの開発を正式に開始、2013年12月発飛行、2016年1月販売開始した。乗客が5から6名の長軽量ジェット機であり、プライベート機やエアタクシーが主な市場となる。ありがとうございます。